何かようですか。
すでに一回話し合ったからだ。最近どうしてたんだ？あんたたちに会いたかったよ。準備はいいか？わかった。議論の進化は解決策を見つけることだ。無駄話はいいから、次の問題に進もう。俺らまで緊張してたんだぞ。
先に失礼するよ。またな。おいおい、そんな顔するなって。あんたの言いたいことは分かってるぞ。安全には気をつけるから。ならいいんです。うまくいくよう願っています。旅人さん、パイモンさん、表情を見ると話し合いはうまくいったようですね。そんなこともわかるのか。私は策略なんかは苦手なのですが、皆さんの細かい感情を読み取るのが得意なんです。その反応からすると当たりみたいですね。オイラ、ちょっと心配だぞ。全部がうまくいくといいけど。実を言うと、私も少し心配です。でも、あなたたちは私の知り合いの中で一番優秀な方々ですから、信じるべきですね。オイラたちを褒めてくれるのか。本当のことを言っただけですから、褒めたとは言えません。オイラたち、実はお前に言いたいことがあってここに残ったんだ。キャンディスはこれからアール村に残るけど、オイラたちはお前の言ったことをちゃんと覚えとくぞ。そう言ってくださって私も安心しました。あなたたちだけでなく、ここを立つすべての友人にこう伝えてきました。皆さんの安全が一番大事なのだと。計画を成功させるには身の安全を確保することが第一です。ですから、くれぐれも気をつけてください。はい、アドバイスに耳を傾けてくださってありがとうございます。私はここから皆さんの祝福を祈っています。皆さん、くれぐれも安全に気をつけてくださいね。うまくいくようにここから祈ります。ラジャ、いけると思う。じゃあ準備してくる。ああ。アルハイゼン！別れの挨拶は済んだのか？おう！キャンディスはお前らにも安全に気をつけろって言ってたみたいだな。ああ、だがもう一度言っておく必要があると思う。
これからの計画はおままごとじゃない。絶対的な信念を持たなければこの一歩を踏み出すことはできない。それなりの覚悟をしてくれているならいい。おいおい、今は士気を高めるような言葉を言うべきじゃないのか。コブの社交辞令なら今言っただろ。士気はめちゃくちゃ大事なんだぞ。士気はキャンディスが君たちに優しく接する役割を担うなら、俺はみんなに問題の深刻さを認識させる責任がある。例えば後方支援に努める者もいれば、前線で戦う者もいる。それぞれの役割を果たすのは間違ったことではないだろう。なあ、前線で戦うって言うけど、お前は普通の兵士には見えないぞ。傭兵集団に比べれば確かにそうだ。俺はただの文弱な学問を収める者に過ぎない。しかし俺は傭兵じゃないからこそ、比較的安全な場所でこうして策を練ることができるんだ。よく考えてみろ。あの傭兵たちは狂気に陥る危険にさらされている。それに学者も危険な職業だよな。っておい、お前も学者だろ。俺は俺、他は他だ。同じ品種のものにも優劣があるから一緒にすることはできない。こいつ、オルモス校のやつらがお前のことをイカレ野郎って呼んでたの忘れるなよ。愚かな者から見れば賢い者は皆イカれている。だからそれは褒め言葉なのだ。そういえばキング・デシェレトの遺跡で見つけた情報のことを覚えているか。そこに近畿の知識のことが記録されていた。そうか、悪くない記憶力だ。近畿の知識は人を狂わせるが、このことはスメールの人々に公開されていない。教令院に所属する俺でさえ初耳だった。そうだな、学者や傭兵たちが狂気に陥ったのは近畿の知識の影響を受けたからかもしれない。しかしこれは教令院の推測とは少し異なっている。何しろ教令院は狂気の症状は神の知識の副作用であると考えてきたからな。教令院は近畿の知識の概念をよく分かっていなかったから間違った方向に推測していたんだろう。今起きている様々な現象を合わせて考えてみれば、地域、マリン病、砂嵐、千年前砂漠で起こった近畿の知識による汚染によく似ていると思わないか。でも地域とか砂嵐とかの原因って世界中が病気になったからじゃなかったのか。そう言ってたけど、あ、もしかして君もたどり着いたか。世界中が病気になった原因は近畿の知識の汚染かもしれない。どうしよう、大変だぞ。クラクサナリデビがこの状況に対応できる策を持ってるのか。
お前がアビディアの森で気を失った時に見た情景と、世界が私を忘れてって言葉のことか。どうやら暗草なリレビを救い出すことはとても重要で意味のあることらしいな。スメールの問題を徹底的に解決するには、彼女と力を合わせて世界中を救う必要がある。目的を遂行するために俺は一部の仕事の成果を検証しに行ってくる。どこに行くんだ？エルマイト旅団の拠点へ。揃っているみたいだな。なんでここにこいつらがいるんだよ。ここで技術的な仕事をさせていたんだ。書記官と旅人。進捗はどうだ。書記官に言われた通り修理したよ。今使えるのは1台で、その他はまだ修理中だ。これって缶詰知識を抽出する装置だろ。まだ何か使い道があるのか。これを見ろ。缶詰知識はまだここにあったのか。お前またこいつの頭に何か危険なものを植え付ける気かよ。その表情、君は怖いのか。ちょっと怖いし、それ以上にめちゃくちゃ怒ってるぞ。ほう、なかなか興味深い。しかし今はそれを使う時じゃない。前の作戦会議でも言ったように、この缶詰知識には俺が作成した一本の法令が入っており、教令員もそれを持っている。計画通り。旅人、この缶詰に記録してほしいことがある。君は俺たちがクラクサナリデビを救い出せると信じているか。それはいい。信じる心が一番重要なんだ。じゃあ
準備ができたらこの装置を装着してくれ。信じる心を缶詰知識に記録するのか。そうだ。おいらとても心配だぞ。君の気持ちは理解できるが、今はこれが必要なんだ。俺の言う通りにするのが一番いい。何事もまずは自分から騙さなければならない。自分を励ますことも時には欺瞞になる。でも役にさえ立てばいい。聞こえるけど。なら想像しろ。今俺たちの計画は全て完了した。クラクサナリデビの救出にも成功し、スメールを変えられた。全てが順調に進んでおり、人々も俺たちの功績を認めてくれている。目を開けるといい。はい、これ。これって。読んでみろ。もういいぞ。頭は痛くないか？大丈夫なのか？ただの記録だ。問題はないはず。でも今したことが一体何の役に立つんだ？さっぱり理解できないんだけど。理解できずとも仕方ない。そもそもこれは君たちのようなもののために用意したのではない。オイラたちのような。忘れたのか。今回の計画は長期的にアーカー社に頼っている人々に向けたものだ。君たちから見れば信じがたいことかもしれないが、今までずっとアーカー社に頼ってきた人たちにとっては頭に浮かぶ全てが真理なんだ。想像してみろ。もし生まれた時からアーカー社のような装置を使い、君が必要な時にはいつでもサポートし助けてくれたとしたら、そのまま年月を重ねた君は何になる？何って、穀つぶし？バカ？司令の奴隷だ。だからこそ規則はとても重要なんだ。それに規則を知っている者は自ら境界線を引き、グレーゾーンを見極めることができる。でもなんでお前はグレーゾーンを見極めたいんだ？こういう曖昧な領域が面白いと思ったからというだけだ。それにプラスの収穫をもたらしてくれることもある。こいつが興味を持つものって変だぞ。スメールの学者ってみんなそうなのか？さて、雑談はここまでだ。これから前科のある助っ人の二人にちょっとしたことをやってもらう。君たちはキャラバン宿駅に行って次の準備を手伝ってくるといい。ちょっとしたこと？アーカー社端末に少々細工する。
決まってただろ。なんだって急に後戻りするんだ。やり方が過激すぎる。犠牲が出る可能性が高い。よく考えたが、やはり納得できない。だが、これが現時点で成功率の最も高い計画だ。マハマトラであったお前なら、長い目で見るべきじゃないのか。そのメリットを見出せないわけではないだろう。確かにメリットは見えた。だからこそその裏にあるリスクもよく分かっている。アルハイゼンの計画は俺が思っている以上に過激だ。友よ、セノを説得してくれ。こいつ、俺たちの計画に反対してるんだ。会議ではまず解決策をみんなで見出し、具体的な実行については現地の環境を最もよく知るお前たちに任せると決めたはずだ。だがお前は直接アルハイゼンに助言をもらいに行った。アルハイゼンがこんな助言をすると知っていれば最初から反対していた。俺たちがもう仲間だってことは分かってるだろ。傭兵は互いの友情を大切にする。犠牲も恐れない。そうだな。だが残念ながら今回に限ってはお前たちの理念を認められない。お前は砂漠をよく知っているようだな。旅人、パイモン。このことはお前たちも知っておくべきだ。ラフマンの提案は、俺がマハマトラとしてキャラバン宿駅の衛兵と手を組んでこいつらを捕まえ、スメールシティまで応送するというものだ。待てよ、衛兵と手を組むっていうのか？忘れたか。俺たちはあの壁を簡単には越えられないんだ。キャラバン宿駅が未登録のエルマイト旅団のメンバーをそんなにたくさんスメールシティに行かせるわけがない。俺の提案なら疑いも晴らせるし、一度で多くの人をシティに送れる。これ以外に策はないだろう。なるほど。お前にこれを提案したやつもそう言っていたようだな。これがどんなに危ないか、アルハイゼンは知ってるだろう？あ、もちろん。だから、ヤスはこうも言ってた。安全かつ確実な方法など存在しない。しかし、それに、マハマトラのセノと旅人が協力してくれれば、計画の成功率はかなり上がるとさ。俺は人を盲目的に信用しない。何しろ、俺は人を見る目があるからな。奴の言う通り、お前らを信じるのは俺自身の選択だ。俺一人で捕獲を実行するならば、お前たちに怪我をさせないよう力をコントロールできる。だが、キャラバン宿駅の衛兵もそうしてくれるとは限らない。リアルに演出するためにお前たちは少なからず抵抗するはずだ。その時、怪我や犠牲は避けられない。敵なら
ここでくたばってくれても構わないな。お前たちは仲間だ。こちらの陣営がそのような損耗をするのには反対だ。まさかマハマトラ様が俺たちの安否を気にしてくださるとはな。試合の日々を送ってきたが、お前のような奴はあまり見たことがない。俺は仲間に対して常に尊敬と誠意を持って接しているから、こういう重要なことは絶対にはっきり教えてやるんだ。これじゃ逆に俺の立つ瀬がないじゃないか。オイラたちも何かしようぜ。そう言うと思った。オイラたちが仲間を少しでも多く倒せば、衛兵が手を出すチャンスは減るだろう。たとえ少ししか役に立たなくても、それでもいいんだ。セノ、妖怪たちを代表してお前の行為に礼を言うよ。だが今回は後戻りのできない任務だ。確かに仲間は大切だが、俺たちがこれから成し遂げようとしていることの方がもっと重要だろ。犠牲を恐れないのは勝利のもたらす利益を求めるからだ。俺たちの大きな願望をサポートしてくれ。これが砂漠の民のガッツなのかもしれんな。お前がそこまで言うなら俺も反論できない。絶対に心に留めておいてくれ。計画通りに行動しろ。常軌を逸するようなことはするな。キャンディスの言ったように、計画を成功させるには身の安全が第一だ。お互いにこの作戦の意義を認めたからには、創新の信者とキング・デシェルトの信者の間に隔たりがあってはならない。全ての命が大事なんだ。わかった。約束し、この願望のために行動スタートだ。衛兵たちは通常隣の中庭に駐屯している。行けばすぐ見つかるはずだ。大魔ハマトラ様、どうしてこんなところに。隠密行動中だ。大規模な犯罪組織を逮捕するために兵を率いてきた。教令院の隠密行動指導条例に基づき、キャラバン宿駅側にも協力を願う権利を持っている。もちろんです。セノ様の命令は教令院の命令ですから、当然ご協力しますよ。
かし、これからどのようなものを捕まえに行くので？相手の人数は？規模によっては上に報告しなければなりません。相手はエルマイト旅団のとある分隊で、規模はオルモス港で活動しているアフマルの目とほぼ同程度だ。教令院内部の物資の盗難と転売に関与している。アフマルの目の規模って、ならば今回の行動は共同逮捕と行くべきかと思います。では一刻も早く報告し、砂漠での武装作戦における高い基準に従って人員を手配せよ。はい、今すぐ連絡いたしますので少々お待ちください。これは外部の者に対する態度だ。お前たちは仲間だからな。お前らよくのんきに世間話できるな。オイラはドキドキしっぱなしだぞ。覚えていないか？この件なら会議で議論しただろ。キャラバン宿駅での準備はとても重要だが、心配することはない。衛兵たちはセノが大魔ハマトラで亡くなったことをまだ知らないはずだ。どうして断定できるんだ？もし万が一のことがあったら。第一に、他のマハマトラはセノが教令院を出た理由を今も知らない。それはつまり、教令院はこの件に関して何の声明も出していないということだ。第二に、今は教令院の神を作る計画の重要な時期だ。そんな時に大マハマトラの職に動きがあれば、まず疑念を招くだろう。だからセノのことは公開しない方が合理的だ。ああ、俺も同感だ。そして次の問題、アーカー社の予測機能が俺たちの行動に影響を与えるのではないかと心配している者もいるらしいが。アーカー社はまだ作動しているから、俺は警戒しないといけない。いや、むしろアーカー社の能力から考えれば、未だに俺の行動が制限されていないのは不自然だ。それについてだが、俺はよく考えてみた。今のところ心配する必要はないと思う。
覚えているか。最初君がアール村に来た時、行動やルートは全てアーカー社に演算され、グラマパラをさらった奴らに筒抜けだった。だが旅人と合流してから似たようなことは一度も起こっていないだろう。確かにそうだ。だがなぜ。逆に考えてみればいい。どうして自分がアーカー社に予測されると思う？俺のデータがアーカー社に記録されているからだ。ああ、しかし問題の核心は、アーカー社はどこまで人を予測できるのかということだ。君は疑ったことがないのか？どうしてアーカー社がそんなことをできるのかと。アーカー社は全スメールを掌握しているから。教令院では人間の行動は論理的であるという意見が主流だ。記録されたデータを整理して深く分析することで、アーカー社は行動ロジックを導き出し、そのロジックにかなう人の行動を予測している。誤謬を解くつもりはないが、ロジック通りなどと本当に誰でもそのように生きられるものだろうか。喜怒哀楽もロジックの一部だが、毎回の感情が等量であると保証できるか。情緒や観点は 100% コントロールできるものなのか。君はこれまで単独行動をとっていたから、君の考えに干渉できる人はいなかった。だから君に対するアーカー社の判断は、君の行動ロジックの原理とほぼ乖離がなかった。君は一人で問題を処理するまで慣れているし、果敢で芯がある。君がそうした性格だからこそ、アーカー社は君の予測に効果を発揮できたんだろう。だが君は今団体行動をしている。この団体にどのような人物が含まれているのか、アーカー社はまだ把握していないと思う。つまり俺たちのロジックと思想は集結したものであり、混乱したものとも言える。俺たちとの間に矛盾や対立が生じる可能性もある。しかし、アーカー社はその部分のデータを持ってはいないし、過去のロジックに基づいても未来の君を予測することはできない。つまり、固定のデータに支配される部分には限りがあるということだ。だから今の君は安全だと思う。理にかなってるな。私も同意見だ。人は生きてるものだが、アーカー社には命がない。命のないものに私たちが完全にコントロールされるとは思わないぜ。
そうか。アーカー社には予測できないことがあり、人も過去に縛られることはないということだな。それを聞いてオイラもだいぶ安心したぞ。今後の会議では集中してくれ。警戒は怠らないようにな。あ、足音が聞こえてきたぞ。マイマハマトラのセノ様、こんなところでお会いできるとはお珍しいことです。在籍境エリアの治安の責任者です。ルシェヌ・バーボとお呼びください。これは俺の助手の旅人だ。俺と一緒に行動することになっている。隣にあるのは彼女の作業用の機械だ。深刻な時代ですので、もちろんあなた方の協力をします。というより、あなたのようなお偉いと一緒に任務を通することは、憧れの糸や方がいいことです。建前はそこまでにしよう。ああ、はいはい、はいはい。精霊少女を引き継いで。俺と一緒に境の東側で隠密行動を行ってもらうな。かしこまりました。地図、地図早くしろ。地図を持ってこい。二日後そこでラテラン引き受けるマイモリアドルの戦い、やつらを一回解放する。時と場所は場所なかなかか。問題ありません。セノセノ様、 ED だろ。まだサウトの向きを優秀しよう。はいはい。おいら、エラーやエンデのメリケルがあらない気づいたぜ。みんながすごい経験をもっと話させてやるんだ。これこれのせいで今日は絶対的な権利があるのだ。そして今これこれのその巨大な権力の効果反撃を翻すのです。
待った。忘れてるかか。お前らは俺の助手だ。助手は俺の後ろについているべきだ。さあ、行こう。早いな。ええ、今回の行動を重視している証です。全力を尽くします。覚悟があるのはいいことだった。だが戦争中も生き取りにすることだけは忘れるな。転売ルールの鍵はそいつらの中にある。信じながら手がかりについてやる。承知しました。皆様、エルマイトヨダヨダイオガオが西側から加速接近中です。いつでも戦えるよう構えろ。待った。おやら、そんなに強い場所で旦那様たちが何を言うつもりだい。いい商売には余裕がない。ラフラン、お前とその一味密輸専売ルートはすでに強烈で耳に入り上がった。違う信者だ。抵抗はやめておけ。お前は強烈のマハマだ。わざわざこんなところまで捕まえにいらっしゃるわ。世間話を信じたわけじゃない。傭兵になってから、これほどは温かくしてくれるやつはいなかったな。おれやろうと、やつらの血で我らの刀を染め上げるけど、エルマイトヨダヌがどれほど抵抗に加えた。
完全鎮圧です。行動終了。包囲網内にいるエルマイトルタルの傭兵および関係者は全員捕らえました。くそ、そうしそう犬が全員くたばれ。くたばるならお前らだ。キングデジェット様はお前らを呪い、絶対に黙れ。全員を縛り上げてキャラバン爆撃に連れ戻せ。数えて問題がなければ大マハマトラ様の命令通り強令院まで送れ。それでは、セマ様、俺もでもね。もしまたご指示があるようでしたら、キャラバン宿駅まで、ヌシェムバーボをお尋ねください。俺はこの後、キャラバン宿駅で解消する。約束しよう。必ずも無事にスメール室に送り込む。そうだな。お前がやってくれたから今回はうまくいったんだ。まだ言わんしてない。今この頃、リシェルがお前たちを待ってるだろう。あいつのところに来る。ティナリが紹介してくれるのを待ってるはずはずだ。そういえば、計画の全貌をティナリに伝えないのって本当に良かったのか？オイラたちを信じてくれなかったりして。俺とティナリは仲がいい。俺からの伝言があれば説明できるだろう。
あいつは俺がそういう冗談をしないと知っているからな。スケスケを探さなくなら、ティナリナリが最適だけだ。さあ、次の作戦に移ろう。あまり待たせない方がいい。私たちのこの部分が一番重要だとか言ってなかったから、それにしちゃのんきなお出ましだよな。待ってる間にあたりを5周ほどして、酒を7本飲んで新しい地区まで何着か変えたぞ。ただ両親を痛めつけて態度を正させたいだけさ。何しろ次が一番重要なのに、こんなに遅れてくるんだったな。その真剣な顔、あんたを困らせるのが惜しいくらいだ。待ちぼうけで腕がこわこわしまっちまう。さあ、動け動け。早くやることやって終わらせよう。でも、どこから始めるんだ？覚えてるか？私たちの仕事は、ファドゥル執行官が博士の状態を確認すること。リスクを排除し、クラクサならでの救出を邪魔させない状態を確保することだ。スメール全体を支配する教練員を相手にするだけで大変だったのに、博士まで手を出してきたら、計画を完遂なんざ到底できない。この人はね、とんでもない難題を出してくるよな。博士って名前だけでも手ごわそうな感じがするぞ。ああ。聞いただけだけで、教練員の偉そうで傲慢な年寄り学者を思い浮かべちまうね。そんな奴と付き合うのはごめんなさい。計画通り、まずはサルピスリアに行って、レンジャン城のティナリを探す。アルハイゼンとセノの情報によれば、ティナリは今、教練員で信頼されているそうだ。だからあんたはティナリを探して、
博士に関する最新の情報を突き止めようよう説得するんだ。その後は手に入れた情報に従ってプランを調整しよう。今や敵内の至る所に賢者の城はあるからな。私はボディーガードとしてあんたと行動する。光栄に思えよ。私は簡単に破れるようなボディーガードじゃないからな。それはそうだが、私は仕事も選ぶんだ。あんたたちなら割引してやろう。いくらするんだ？払えるかくなのか？報酬は…そうだな。笑ってくれればそれでいい。このところあんたずっと嬉しそうな顔をしてないかいな。あんたみたいな人が笑ったらきっと可愛いはずだ。笑えよ。その方が私も安心できる。いいぞ。この笑顔が私たちのお守りになりますように。笑顔にもいろいろあるが、人を祝福できるのは喜びや幸せから来るものだけだ。今の笑顔は未来の勝利の前借りさ。さあ、パルディスディアに出発だ。
旅人にパイモン、それと、こんにちは。こいつはオイラたちの友達で、リシア、傭兵だ。傭兵を連れて僕のところに来るなんて、何か重要なことがあるんだね。そうそう、すっごく大事なことなんだ。頼む、助けてくれ。わかった、ついて。ここなら誰も来ないはずだ。さて、一体どんな重要なことなの？その人なら知ってるよ。偶然だけど、パルディスディアイを離れたばかりだった。そんな偶然で？うん。僕に用事があったらしい。具体的な内容を聞いてもいいか？唐突に思うかもしれないが、あんたの答えはとても重要なんだ。今こちらが言えるのは、あんたの友達セノと一緒に行動してるってことだけだ。セノ、はあ、なるほど。だから教練院にいなかったのか。わかった。僕は君たちの質問に答えるし、手助けもする。そして、君たちは何が起こったのか話す必要はない。セノの名前ってこんなに聞くのか。私たちが嘘をついてる可能性を恐れないのか。そんな冗談は結構。君も旅人も、それにセノも、こういう冗談をするような人じゃないだろ。もし言いにくいことがあるのなら、話さなさなもいいよ。さて、本題に入ろう。君たちの言う執行官か、博士が、僕のところに来たのは、ハイパシアという学者を連れていくためだ。それに、連れて行くってのはどういう意味だ？スメールを離れるのか？うん。彼はもうすぐスメールを離れて、スネージナヤに戻るって言ってた。つまり、すぐにここを立つってこと？ああ、そうでなければもう少し話せたかもしれん。すぐに帰らねばならないんだが、出発前に一つ重要なことを思い出してな。回り道でパルディスディアイに寄ったんだ。そのハイパシアという学者の面倒はお前が。
ファデューイはよほどよく偵察をしてるみたいだね。確かにハイパシアは僕の元で治療を受けているよ。失礼だが、彼女への治療の進捗はいかがか。何か言いたいことがあるんだろう。それなら単刀直入に言おう。ハイパシアをスネージナヤに連れて行くつもりだ。患者の移動は簡単なことじゃない。君は学者なんだ。ほう、私を疑うばかりか。私の能力まで疑うとは。それは本当に正しい判断かね。まあ、こんなお願いをしてきたのは君が初めてだからね。もちろん我々は彼女の旅の安全を確保する手段がある。それにハイパシアは一流かつ効果的な治療を受けられると保証しよう。私が直々に治療に参加し、回復の手助けをする。これでどうかな。ハイパシアはスメール出身で教令院の学者だ。今のところリスクを負って他国に送らなければならないような状況じゃないよ。彼女をスネージナヤに送ること、そのリスクとメリットは未知数だ。彼女の治療を担当する者として同意できるはずがない。無謀で無礼で愚かな提案はやめといた方がいいんじゃないかな。僕は博士をよく知らない。でも彼と話しただけで僕の嫌いな学者特有の傲慢さをひしひしと感じたよ。威張り腐ってるっていうより自分の能力を極度に信頼してるんだ。ほとんど狂気と言えるほどにね。患者をそういう人に渡すことはありえないよ。それが僕は言い争いの準備をしていたんだけど、彼はあっさりと引き下がったんだ。でもすごく気になる反応だったな。なるほど、お前の意見にも一理ある。まだ若いのに頭が固いな。少々意外だ。普段ならこのままお前を見過ごさないんだが、あいにく今日は急いでいる。尊き女皇陛下のお呼びでな。幸い出発までにはまだ少し時間が残っている。すべてを片付ける余裕ができた。教令院の言う通り、お前は責任感のある聡明な学者だ。だが残念ながら賢明ではない。だからお前のようなものはいつまでたっても気づけない。人は遅かれ早かれ自分の頭の中にあるものの責任を取らなければならない。誰も逃れられないということにな。
なんだか不快なことを暗示してるみたいだけど。自分から質問しておきながら、僕の答えなんか気にしちゃいない。多分彼にとって僕はただの喋れる石ころみたいなものなんだろうね。言葉に悪意はないけど、骨の髄まで無関心で、心の中では常に人を見下しているんだ。ああ、信じがたい話だ。でも、もしそれが本当なら、状況は一気に有利になった。見逃したところはないと思うよ。むしろ君たちにあまり危険なことはさせたくないからね。持っている情報が多ければ多いほど、より安全に物事をこなせるはずだ。私たちが隠し事をしてるにもかかわらず、情報を与えてくれた。この借りはしっかり胸に刻んでおく。別にいいよ。僕にはこうする義務がある。強いて言うなら、この全ての起因は僕に関係があると言えなくもないからね。最近、先生から何通も教練院に来て研究の手伝いをしろって手紙が届くんだ。教練院に呼ばれるのは初めてじゃないだろ。ああ、でも今回のは少し変だ。手紙の筆跡や文体は極力似せてあるみたいだけど、細部がおかしい。先生は時々手紙の裏に黒い点をいくつか打って送ってきてたんだ。点が一つなら手紙を書いた時は晴れていて、三つなら雨って意味だ。これは長年続いてきたものだけど、最近来る手紙にはこういう記号が一切ない。何か起こったのかもしれないと思ってね。ああ、ずっとガンダルバー村にいるお前より、教練院にいる俺がこの件を調べた方がいい、そう思ったんだろ。そういうこと。身の安全を確保しながら情報を探ってみてほしいんだ。かんばしくない状況だった時はすぐに撤退してよね。わかった。だがことはそう簡単なことじゃないと思う。教練員は近頃大きな計画を練ってるみたいだ。まだ内情は把握していないが、もしかするとお前の先生も関わってるかもしれない。もし上の方々が人には話せない秘密を抱えてるなら、調査し始めると抜け出すのが非常に難しくなる。もし収束がつかない事態になったら、俺は教練院を離れるよ。俺が長い間教練院からいなくなれば、それが合図だ。うん、そうしよう。じゃあ僕はいつでも対応できるよ。ガンダルバ村にいる。もし本当にそういう状況になったら、お前は警戒しろ。教練員から来るあらゆる情報と要求にな。それにしても、大マハマトラの君がそんなことを言うなんて、
思いもしなかったな。教練員への忠誠は賢者の言いなりになることじゃない。俺は自分が何をしてるのかよくわかっている。お前こそ卒業生のくせに教練員を疑り深い目で見てるんだな。先生は誠実でまっすぐで、悪いことに耐えられない人なんだ。職場で苦労しないかって学生の時は心配だったよ。ちょっと遅くはあったけど、まあ予想通りかな。そうだったのか。あんたらは最初から教練員の異変に気づいてたんだな。これは瀬野が事件に巻き込まれた理由でもあるのかもしれない。だったら僕も約束通り君たちを助けなくちゃね。そうだ、この後瀬野に会うなら伝えてくれる？自分の見たこと聞いたことを信じるってね。今のあいつにはこの言葉が必要だと思うよ。おう、チャンスがあれば言っておくぞ。あ、次はあいつを探さないとな。あ、そうだ、もう一つ聞くが、博士はここを立つときどの道を行った？あっちだよ。よし、ありがとうな。それじゃ先に行くぞ。ティナリの話じゃ、博士はスメールを離れるつもりみたいだけど、これの真偽を確かめたいな。それに、全てを片付けるっていうのは何を指してるんだ？こういう人物には注意を払っておいて損はない。念のため、こっから追いかけよう。どう追いかけるんだよ。傭兵には傭兵のやり方がある。私は道沿いの手がかりを探すから、あんたらはついてこい。あの執行官、どれだけ用心深いつもりでもバッチリ痕跡が残ってるぜ。それか、花から痕跡を消すつもりがなかったのか。これも奴の傲慢さらしいな。
方向は合ってる。痕跡は新しいが、近くに人はいないみたいだな。どうやら本当に急いでたらしい。私の予想通りだな。ここまででいい。博士の動きはほとんど突き止めた。ここから南に行くとオルモス港が見えてくる。奴らはそこに行く気なんだ。港？あ、船に乗るつもりなのか？そうだ。私たちもオルモス港に向かおう。そこにファルイの衛兵がいるぞ。ディシアの追跡スキルのおかげで無事に見つけられたぜ。ちぇ、気づかれるだろ。港はファルイの衛兵だらけだな。もうちょっと近づいてみようぜ。ああ、こういう送別の儀式こそ我々スネー時代の執行官にはふさわしいよな。あの方はもう離れてしまうのか。ああ、あまりお見かけすると。見ろ、あそこにディシアの追跡スキルのおかげ。ちぇ、気づかれるだろ。港はファルイの衛兵だ。もうちょっと近。ああ、こういう送別の儀式こそ我々スネージネアの執行官にはふさわしいよな。あの方はもう離れてしまうのか。はあ、あまりお見かけする機会もなかった。前に俺がスネージネアで就任した時は博士、今とちょっと話し方が違ってた。きっとスメールでの習慣があの方を変えたんだろう。里に駐在するっていうのはこういうことさ。スネージネアに戻られても生活に慣れるまで少し時間がかかるかもしれんな。え？長官、何かの間違いでは？いやいや、俺の記憶力はいいんだぞ。本当に違ったんだ。姿も口調も少しだがな。あと理由はわからないが、なんだか、顔色がツヤツヤして輝いて見えるような。気のせいでしょう。公務で外出してるのに顔色がツヤツヤするはずないじゃない。博士はあっちの船にいる。嘘はついてなかったらしいな。確かにスメールを離れるみたいだ。もうちょっと近づこう。物陰に隠れて奴を観察したい。
ここでよし。船の状況ははっきり見えるし、ここならまずバレないだろう。私たちに挨拶してるのか？さようならと言わなくては。待て、船にはあいつ一人だけか。あれ、他の奴らはついていかなかったのか？さっきまでいた港の衛兵たちはどこに行った？数分前まではまだここにいたはずだけど、今は急にいなくなったみたいだぞ。まさか囲まれた？まさか。幸い出発までにはまだ少し時間が残っている。全てを片付ける余裕ができた。まずい。ハイパシアが危険だ。早くパルディスディアイに戻ろう。どういうことだ？彼女は見てはいけないものを見てしまったようだ。私がファドゥイならきっと彼女をどうにか連れていくね。だがもしダメなら。排除するってことか？早く行くぞ。パルディスディアイは君たちファデュイが好き勝手に暴れていい場所じゃないよ。言っただろう。上の方は俺たちがパルディスディアイで研究用の薬草を探して持ち帰ることを許可したんだ。ファデュイは何も今日初めてスメールに到着したわけじゃないだろ。こんな時に薬草を取りに来るなんてわざとらしすぎるんじゃない？大賢者ですらファデュイの研究に口を出す資格があるとは限らん。ましてやお前のように小さな学者など言うまでもないな。忠告はした。身から出たサビにならんようにな。どうやら僕の意見は受け入れてくれないみたいだね。認めるかどうかは別として、ファデュイがこんな時にパルディスディアイに来るなんて、薬草を探す他に目的があるんだろ。言いにくいことだが、我々への憶測は余計な問題を生ずることにもなろう。だったら責められるべきは隠し事のできない君たちの執行官だね。
僕は学者としてパルディスディアイに滞在している。でもだからといってレンジャー長の身分を捨てたことにはならない。スメールに貢献した学者たちの生活が邪魔されないようにするのは僕のレンジャー長としての責務だ。つまり交渉決裂ということか。今日も誰にも邪魔させないからね、ハイパシア。大丈夫か？平気だよ。悪いね。いい状況だ。どうやら大丈夫か？大丈夫か？成功したところで何のメリットもないぞ。早くハイパシアを渡せばいい。渡すか。常に主人への感情が湧いてきたか。天道ここにある。よし出発だ。岩山八九逃げ道はあります。これじゃキリがない。旅人パイモン、後ろからの奇襲を防ぐためにハイパシアのところに行ってくれ。わかった。ハイパシアはまだここにいるから誰も来ていないはずだ。あらら、これで終わりだと思っちゃった？君の慌てる姿を見るのも懐かしい。僕に会うたびこういう表情をするんだね。ザンヒョウはどこにいるんだ？君の心の声はっきり聞こえてるよ。まさか忘れちゃった？君が初めてパルディスディアイに来てハイパシアと接触した時にも僕は君を見たんだけどな。僕が何かする必要なんてないさ。僕と意識をつなげられることはハイパシアにとって光栄なことだもの。誰と話をしてるんだ？まさかザンヒョウじゃないよな？そんなわけないか。気になるよね。教えてやってもいいよ。
今回は君の接触を感じたからこそ、僕は自らハイパシアの意識に入ったんだ。無駄なあがきをしている人間を見に来ただけさ。僕の進化のプロセスはほぼ終了した。残りは後片付けをするだけだ。わかるかな。クラクサナリデビを救い出せたとしても、神としての僕と君たちの間には実力において雲泥の差がある。子供同然の神を僕に歯向かうよう強要するのは賢明とは言えないよ。学者どもが知恵の神を信仰しているからこそ、恐れ多くも送信計画を実行できた。だけどこれは、人が神を崇拝する行為が冒涜と神聖さを同時に内包している証明とも言える。なかなか滑稽じゃないか。言ってごらん。そうかい。僕は今機嫌がいいからこんな風に君とおしゃべりしてるのさ。というと？話だけを聞くと、まるで君が僕の友達で僕のことを心配してるみたいじゃないか。だがそれは大間違いだ。僕は君とも他の全員とも違うのさ。僕は神になるために生まれた。今までの人生は全てが無意味な過程に過ぎない。神と同じことだよ。神自身は意味をなさない。重要なのはそこに書かれた内容の方だろ。今までの僕が残したのは苦痛にまみれた記憶と人としてのくだらない感情だけ。この上なく愚かでとっとと終わるべきものさ。逆に君たちのようにあがき続ける人間の方が僕にとってはよほど面白い。君がこの世界で戦わなければならない理由は何だ？今の僕は君の意識とつながっているから、君の心の声が聞こえる。もちろん君の心のその強靭さも感知できる。今日のおしゃべりは悪くなかったから、一つアドバイスをあげるよ。
その無意味な守護者気取りをやめな。君は真実を何一つ分かっていないんだから。これこそ全ての人間と君のためだよ。人という生き物は無知であればこそ幸せになれる。そうだね。僕は彼女をとても気にかけている。君だってこうしたはずだよ。彼女は僕の神の意識を覗き、同時に僕の過去も覗き見た。彼女は一人目の信者と呼ばれる資格がある。神には信者がいないとだろう。ハイパシアは幸運にも僕に選ばれたのさ。彼女の出現は僕が神の権力へ初めの一歩を踏み出すことを意味し、彼女の信仰こそが僕の栄光を築いていく。君は常に僕の言葉を疑うんだな。まあいい、君もすぐにわかるさ。君がどんな権威を疑ってるのかをね。誰がこの敬虔な女性を傷つけようとしているというんだい？博士が僕の初めての信者に手を出そうと？面白い。言われたことがないかい？君、中を引き裂くのが下手だね。博士は昔から身の程知らずなやつだった。人間のくせに今も新たな神に干渉したいと考えている。でもそんな言葉だけで僕の力を利用して博士を排除しようと思ってる君もちょっと甘すぎるんじゃない？そうだな、ハイパシアにあげたように君にもプレゼントをあげよう。君がここで僕と会話できるのも僕からの恵みだ。僕の声を聞く者として君に褒美を取らせよう。良きことも悪きことも恩恵として見られる。これぞ神の横暴さ。
か？ティナリが怪我をした。大丈夫。動くな。あんたには休息が必要だ。余談で、こういう雷に打たれた怪我を見たことがある。安静が必要だ。雷に打たれたのか？ついさっき持ちこたえられなくなりそうな時に天気が突然おかしくなったな。雷が狂ったかのように全員を攻撃してきて、敵も味方もお構いなしだったんだ。幸いこっちは二人だけで、動きも機敏だったからなんとか大体は避けられたんだが、ファドゥイの方は人数が多いからこんな密度の雷に打たれてかわいそうに。でもおかげでみんな引いてくれたね。なんで謝るのさ。なるほどね。でも大丈夫だ。君もきっとこうなるとは予想していなかったんだろ。気にしなくていいよ。僕のことより君の表情だ。ちょっとまずい事態みたいだね。ハイパシアのことはどうだった？おい、動くなっつっただろ。念のためハイパシアのところで話の続きをしよう。よかった。彼女が無事で。自分のことも心配しろよ。僕の状況は僕が一番わかってる。致命傷じゃないから大丈夫だ。医学がわかる人と話すのは疲れるぜ。わかるよ。こういうタイプはすぐ強がるんだよな。急に座ってどうしたんだ？ごめん、少し休ませて。旅人、話していいよ。お前らそんなこと話してたのか。あいつにそんな考えがあったなんて。教練員の送信計画。ふざけた真似を。なんて言えばいいのか全くわからないぜ。こういう志が高いやつって言うべきなのか。
毎日気持ちよく過ごして、お酒と美味しい飯があって、必要な時に仕事をして、夜にぐっすり寝られたら、私はそれで満足だしな。どうやら私はパルディスディアイに出入りしてる人間の中で一番夢がないやつみたいだぜ。そんなこと言わないで。さっきの件にまだお礼を言ってない。気にするな、お安い御用だ。とはいえ、少なくとも博士は確かに何かの用事があって慌ててスメールを離れたってことには確証が持てそうだ。まさかファドゥイたちは残票に関する何らかの秘密を守るために口封じをしようとしてるのか。さっき残票はハイパシアに自分の過去を覗かれたって言ってたんだよな。あいつの過去に何かあったのか。気づいたか、残票も博士の行為は不満なようだ。博士が自分と対等な立場にいるとは思ってないみたいだしな。じゃあもし博士が現れたら、残票は雷で攻撃するのか。こいつの話からすればそうするだろうさ。博士がスメールから離れたことは私たちにとってもあいつにとってもいいことかもな。つまりこの仕事については無事に終わったぜ。博士はこれからのことに干渉してこないんだからな。これで一件落着だな。うん僕も嬉しいよ。ティナリ、協力に感謝する。こっからはここでちゃんと休んどけよ。そうするよ。よし、パルディスディアイの件はここまでだ。時間もちょうどいいし、旅人、次はグランドバザールで落ち合おうぜ。これからも目立たないように行動しろよ。準備ができたら来てくれ。君たちは計画に専念してよ。ハイパシアのことは僕に任せてくれればいいから。この程度の傷、ごめん、やっぱりもう少し休ませて。はびこれ。
全員揃ったな。どうだ、それぞれの仕事はうまくいったのか。順番に報告しよう。俺から行く。アーカーシャ端末の改造は完了した。それに用意するべき道具も全て揃った。次は私だ。旅人とパルディスディアイに行ったんだが、状況はちょっとややこしくなってな。とにかくティナリを見つけることができたが、あいにく彼が戦闘で怪我を負ってしまった。誰の仕業だ。その質問は何というか。旅人、ファドゥイかザンヒョウか、どっちって答えるべきだ。そんなわけで問題も発生したが、博士が船に乗ってスメールから離れるところは確認できた。大事な用事があってスネージナヤにすぐ戻らないといけないらしいぜ。だから博士を排除するって目標は無事クリアだ。それにティナリはもう安静にしてるから心配いらない。そうか。そうだ、ティナリからセノに伝言を預かってたんだ。自分の見たこと聞いたことを信じるってさ。ああ、覚えておくよ。俺の方も順調だ。エルマイト旅団のメンバーたちは今頃すでに目的地に着いてるはず。不用意な行動で敵に気づかれないように旅団はしばらくその場に残る。よくそれだけの人数のエルマイト旅団をスメールシティに連れ込めたな。ラフマンたちの度胸と大胆な戦略のおかげだ。どうやら策が効いたようだな。おめでとう。ん？これで終わりか。なら解散しよう。待てよ、これで解散だって。そうだが。こういう時は士気を高めるために何か言うべきじゃないのか。個人的な意見を求められるなら、俺は家に帰りたい。アルハイゼン、お前ってやつは。たく。ああ、もし何らかの一言を期待しているのなら、俺はあくまで計画を立てることの責任を持とうとしているだけで、リーダーをやろうとしているわけではないから。適任者を探した方がいい。お前ら教令院の学者たちはよく喋れると思ってたけどな。一つ訂正したい。俺の肩書きは書記官だ。そりゃ分かってるさ。それで、その意味は文字通り会議での記録係で、基本的に発言しない。まあいい。
セノも演説好きなタイプには見えないから、ここは私のご主人様に任せようか。ご主人様？旅人のことさ。私たちの間には雇用関係が結ばれたんだぜ。その通りだ。てなわけでご主人様、何か言ってくれよ。私のためだと思ってさ。おお、早速士気を高めることを言ってみてくれ。あれ、みんな集まって何してるの？あ、ミーロだ。こんにちは。邪魔しちゃったかな。全然。これからあんたを探そうとしてたところだ。えへへ、真剣な顔で集まって、きっと何か大事なことを相談してるんだよね。でもちらほら他の表情もあって、まるで何か悪いことをやろうとしているみたい。楽しそう。いいところに来てくれたな、ニーロ。仲間になる気はないか？え、仲間になる？大事な議論に私も参加するってこと？そう、極めて大事なことだ、ニーロ。君のスケジュールにまだ空いている時間はあるか？え、本当に誘ってるの？私、自分の耳を疑っちゃった。あなたたちは私が知ってる中で一番大胆で心を躍らせてくれるスメール人だね。ごはん。あ、そうそう、スメール人じゃないけど同じくすごい旅人だ、パイモン。ひひ、そうこなくっちゃ。私、正直に言うとちょっとだけ怖い気持ちがあるの。でもクラクサナリデビ様のために私やってみたい。もし私の力が役に立つならすごく幸せだもん。自分を信じろ。うん、明日グランドバザールのみんなにも手伝ってもらえるようにお願いするよ。うっかりしてバレるなよ。もちろん。準備完了だな。これで解散していいか？言いたいことは思いついたか、ご主人様？確かにその通りだ。重要な行動の前夜、良質な睡眠が取れるかどうかは勝敗に大きく関わる。
幸い最近うちには俺しかいないから静かだな。え？なんでもない。じゃあオイラたちは帰って寝るぜ。明日は早起きだからな。じゃあちょっと早いけどここで行っても大丈夫かな。みんなおやすみ。いいと思うぞ。じゃあおやすみ。来たか。ちゃんと休めたか。オイラはよく眠れなかったぜ。今日やることを考えてたら緊張しちゃって、夜が明ける頃になってようやく眠れたんだ。前日の夜の休息も計画の一部としてみなしている。それに体力も重要な資源だ。当然俺はしっかりと休んだ。お前、自分が冷静だってことを自慢したいだけだろ。計画を実行する前に緊張感をほぐすのも重要なことだからな。まあいい。それより俺たちがこれからやることについてもう一度説明は必要か？俺たちの目標は大賢者アザールの執務室だ。その執務室には歴代の大賢者だけが利用できる操作台がある。これは教令院内部の人間なら誰もが知っていることだ。あまたの機密指令や操作がそれにより行われ、中にはクラクサ・ナリデビの解放に関する命令もあるだろう。
ちはどんな技術を使って神を閉じ込めたんだ？当然だが、学者たちの力だけでは無理だ。だが、スラサタンの聖書の中には、もともとマハールッカ・デヴァーテが単独で瞑想するときに使っていた外界と遮断するための装置がある。そして500年前の大賢者がその装置を改造し、内部から操作できないようにした。つまり神の技術で神を閉じ込めたというわけだ。それでどうやってその大賢者の執務室に近づくつもりだ？今日はジュニアナガルバの日だ。キョーレインにとって最も重要な日と言っても過言ではない。ここ最近のキョーレインの研究成果や法令などを缶詰知識の形でアーカー社に記録するんだ。ゆえに賢者たちとキョーレインの中核メンバーたちは準備に追われている。各学派の学者たちは多忙を極め、キョーレインに出入りする人も格段に複雑になっているだろう。つまり紛れ込んで潜入するには絶好の機会と言える。大賢者が執務室から離れ、自ら缶詰知識の記録を監督に行くとき、操作台で送信を解放するチャンスが訪れるはずだ。当然だ。何せこれは表の計画だからな。過去の経験からして、この時間帯ならすでに教令員がジュニアナガルバの日の準備を開始しているはずだ。神を救うために集まったみんなもそれぞれ位置についたはずだ。オイラたちが先陣を切ろうぜ。ああ、行こう。オイラたち、このまま正門から堂々と入って大丈夫なのか？そうだ、こそこそする必要があるか。何も言い返せない。まあ、もし何かあったらアルハイゼンに任せるからな。お待ちください。アルハイゼン書記官ですよね。俺だが、どうした？急いでるんだが。いえ、ただ突然あなたがここに現れるなんて驚きまして。最近賢者の方々があなたを探しているようです。何の用かは分かりませんが。それと、どうか部外者を教令員の中に連れ込むのはご遠慮いただけると。部外者？君はどのようにしてそんな結論を出したんだ？根拠もない推論を口にすれば君が所属しているチロン派の恥だぞ。
それはどういう意味ですか？私はチロン派でもトップクラスの学生です。前回の院内論理学の答弁でも学派の3位を取ったんですから、見くびらないでください。何も見くびってるわけじゃない。ただチロン派の先輩としてある程度の思考能力を備えた方がいいと思っただけだ。それに君が把握している情報から考えれば、俺が帰ってきた目的も、それに彼女たちがここにいる理由も、すべて一目瞭然だろ。そうなんですか。ちょっと待ってください。考えてみますので、まだ答えを言わないでくださいね。賢者の方々があなたを探している金髪の旅人部外者。まさか賢者の方々はあなたではなく、最初からこちらの旅人を探しているということですか？そしてあなたが教練院からこんなに長く離れていた理由も。そこまででいい。さすがはチロン派の優等生だ。君の推測に間違いはない。やはりそうなのですね。先ほども言ったように、つい驚いてしまったので頭が回っていなかったんです。どうかお許しを。先輩からの励ましに感謝します。礼はいい。俺たちはこれで失礼する。はい、教練員への貢献ありがとうございます、書記官。さっきのは何なんだ？あの学者、何が分かったんだ？さあな。お前も分かってないのかよ。ああ、彼がどんな理由を思いついたにせよ、自分自身を説得できるものだったんだろう。いわゆる学者のプライドというやつだ。学術のことで指摘された途端、すぐ知ったかぶりをしてメンツを保つ。今の教練院にはそういった学者が数多く存在している。自分を賢く見せてるんだ。その姿がどれほど愚かなのかも知らずにな。なるほど。賢い人を相手にするときはそれ専用のテクニックがあるんだな。こっちで言い訳を考える必要もないなんて。無駄にできる時間はない。タイミングを逃せば面倒なことになる。早速入るとしよう。図書館だよな。ああ、教練院の知恵の殿堂だ。テイワット最大の図書館と言えるだろう。ここって結構学生たちが通るんだよな。こんな堂々と入って本当に大丈夫なのか。もともと教練院の日常はペースが早い。さらに今日はジュニアナカルバの日だ。全員自分の仕事に追われている。
自然に振る舞えばいい。急ぐぞ。これは教令院内部のリフトだ。高層階に通じている。大賢者の執務室も上にあるんだよな。じゃあこれに乗っていくのか。いや、まだ大賢者と鉢合わせする可能性は排除できない。とりあえず近くで観察しよう。それでこっそり忍び込むんだな。なんだかスリルいっぱいだな。どうなるかは知らん。だがアザールが今どこにいるのか確認できれば、今後の行動は一気に安全になる。ではお前たちにヒントをやろう。私の居場所を知りたければ後ろを見てみるといい。こんなに長いこと姿を消していたのに、教令員がまだお前のことを完全に信頼しているとは思わなかっただろう、書記官。随分と前からお前の目撃情報が寄せられていた。だからこうして私自らお前をわざわざ迎えに来たんだ。まさか大賢者様がそんなにも俺に関心を持っていてくれるなんてな。身に余る光栄だ。ああ、だがお前よりもっと関心があるのはそちらのお二方、旅人とパイモン。そうだろう？お二人はスメールの賓客。オシムラクは今日になってようやく会う機会に恵まれたこと。おもてなしが不十分になってしまった。実にいい。回りくどいことをせずに直接交渉を持ちかけるか。現状をよく理解していて、無謀な抵抗をするつもりはないということだな。
いいだろう。だがここは人がよく通る。話し合いには向いていない。私の執務室まで来てもらおうか。外も中も衛兵で囲まれてる。オイラたち本当に逃げられないみたいだ。では旅人、私と何を話したいのかね。今日はジュニア・ナガルバの日だ。私にはまだ処理すべき仕事がたくさんある。お前たちを取り押さえるまでそう世間話をしている時間はない。なるほど。こちらがしていることをだいぶ把握しているようだな。だというのに、我々の偉業を賛美せず、そんなさまつな気がかりで私を揺さぶろうとするとは。さまつ？では、ファデュイが私から何を得ようとしているのか、言ってみたまえ。話にもならん。全く話にならんよ。利益、神の権利。お前はこんな卑俗な言葉で私たちの偉業を汚している。神を作る。我々は人類の知恵をもってして神を作っているんだ。もし人類が全知全能に届かないのであれば、神を作ってそれを工事すればいい。これこそが人類が到達できる知恵の頂点。我々は神の導きを再びこの手にする。もう二度と意識と知恵の暗闇で、あてもなくさまよう必要がなくなる。たとえ世界中の危機であろうとも、最後にはあっさり解決できるだろう。これは学術都市の最終的な夢。そのためには、あらゆるものを代償にする価値がある。神が自分の手から誕生するその喜びをお前では永遠に味わえないだろう。お前の知恵ではこの感情を理解するには不十分だからな。一つだけ言うならば、神は人類よりもはるか高みにある存在でなくてはならない。クラクサナリデビー、彼女に何ができる？民をなだめる？砂人への対策？それとも荒唐無稽なおとぎ話でも作ることか？そんなの教令院でも簡単にできる。ならば私たちも神なのか？我々はマハールッカ・デバータ様の恩恵を受けた民。このマナコで見たことがなくとも、我々の先祖たる学者たちは真の知恵を見た。だが今のクラクサ・ナリデビは
神の座にいても学者たちに迷いをもたらす。あれが真の知恵なのか。ならば、彼女にずっとスラサタンな聖書にいてもらった方が学術環境もより安定する。そんなのへりくつだぞ。それじゃあとても賢いやつとかとても強いやつだけがいい神になるってことだろ。やはり大賢者様の判断と同じ。彼女らは確かに危険な存在。教令院に反発しようとしただけでなく、その思想も学者たちの考えを歪める。俺の任務は確かに価値があったようです。アルハイゼン、オイラたちのことを言ってるのか。とにかく命令通りにこいつらを教令院まで連れてきました。少しばかり手間取り、だいぶ時間がかかってしまいましたが。ああ、それからご要望の調査報告も。旅人に関するあらゆる情報を詳細に記載しました。俺がこれまで彼女と一緒に過ごしてまとめてきたものです。どうぞお目通しを。アルハイゼン、お前やっぱり教令院側の人間だったんだな。オイラたちやっとお前のことを信頼したのに。よくやった。とても詳細にまとめられている。それに指摘するような箇所もない。さすがは書記官、実にレベルの高い報告だ。